今年に入ってから、オーストラリアの動きが一変しています。ようやく、対中政策を強固に取る決断をしました。今回は、オーストラリアの本気度と、南シナ海での行動を詳しく見ていきますね。日本製潜水艦を導入していたら、でもまだできないんですね。台湾は完成しそうですが、2020年初頭に本格化した世界への新型コロナウイルスの流行と蔓延は、これまでに政治的とかつ経済的に中国への依存度が高かったオーストラリア政府の方針に大きな転換を生じさせるきっかけになったように見える。日本と同じく、オーストラリアも近年の最大の貿易相手国は中国であり、太平洋戦争時に日本を直接の敵国として対峙した以外に、これまでの戦後は脅威を感じる仮想敵国がほぼなかっただけに大きな岐路に立たされている。新型コロナウイルスの発生源の特定をめぐって、オーストラリア政府と中国政府との対立は表面化してきており、鉄鋼石や石炭王などの物資を中国に大量に輸出してきたオーストラリアにとっては経済的な損失は大きい。それでも、近年まで、隣国のニュージーランド同様に、中国に経済的に依存する体質とも言えた、オーストラリアの方針転換は、中国と南シナ海で対峙する国々、特に、台湾にとっては、遅きに失した感もあるが、歓迎すべきとも取れる。すでに、2017年頃より、オーストラリア国内でも、テレビでの報道を皮切りに、中国系の企業、人物たちが、オーストラリアの政界に、巨額のチャイナマネーを背景にして工作、買収を行っていると報じられ問題視されてきた。そこに加えて、新型コロナウイルスの問題が、オーストラリア国内の反中国感情に火をつけ、のびの拡散のごとくオーストラリアの世論を動かし、これまでの親中姿勢を改める、政治的な動きが加速してきたように映る。何しろ、2015年に、オーストラリアの北部準州は、同地域にあるダーウィン港を、中華系企業に、99年にわたって、賃借を認める契約を取り交わしており、アメリカ海兵隊も敵地駐留する場所だっただけに、アメリカも問題視していた。そうした状況下、行き過ぎた中国への傾倒を戒めようとしたオーストラリア政府は、法令の強化に乗り出し、2018年には、港等の軍事場からも、重要なインフラを二管し、所轄する大臣の指示で保護する法案を新たに成立させた。続く2020年には、地方の州政府が、独自に外国と締結した協定等に対して、オーストラリア政府の意向に反するものは、無効とする法律も整備し、それまで中国に取り込まれていた州政府の動きを白紙に戻す体制を整えつつある。これは、2021年4月には、ビクトリア州が、独自に中国政府と結んでいた協定等を無効にすることで実現され、中国が推進してきた、一帯、一路構想の一部に組み込まれていた協定等を、オーストラリア政府が強制的に排除するものとなった。このため、前述のダーウィン港の賃借に関しても、何らかの新たな動きが予想されるが、2015年当時で、およそ420億円ほどの賃借料で合意していた協定を法具にされることに対し、中国は、合法的取引に干渉する行為だと、強く非難している。ただ、現在のオーストラリアのモリソン政権は、アメリカの意向もあり、ダーウィン港の中国との契約を見直す公算が高く、反中派の同国ダットン国防省も、利用制限を課すことを検討していると匂わせる発言をマスコミに行っている。こうした状況下で、オーストラリアの安全保障上の政策は、アメリカが提唱してきたアメリカ、日本、オーストラリア、インドの4カ国による協調、いわゆるクアッド体制に大きく踏み出しており、特に、アメリカとの軍事演習強化を打ち出している。
日本にとっても、尖閣諸島などへ、中国が圧力を強める昨今、このクアッド体制に期待する声が、前安倍政権以来続いているように見えるが、個人的には、インドが、どこまで、この枠組みを尊重するのかによって、成否が分かれると感じる。また、日本から見た場合のオーストラリアは、牧歌的でおおらかな南半球の主要国とするイメージが強いと思えるが、実は、日本の歩兵には、強硬に反対している国でもあり、日本側が抱く印象とは、必ずしも一致しない点も考慮すべきだろう。ただし、オーストラリアは、アメリカに倣って、2018年から、自国内の 5G 通信に関する枠組みの中から、中国企業のファーウェイの締め出しを実施しており、そうした点では、日本よりも、中国排斥の動きを強めていることも確かである。オーストラリアのシドニー工科大学内のシンクタンクが、2021年3月から4月にかけて実施したアンケート調査によれば、オーストラリア経済の発展は、中国による貢献が大きい反面、同時に8割以上が過大な依存だと認識しているという。また、同アンケートでは、7割以上が、オーストラリア政府の新型コロナウイルスの発生源の追及方針を支持しており、中国によるオーストラリアからの輸入規制などの経済的な制裁が反中感情を増加させていることがうかがえる。このあたりの温度感は、表面的には反中感情を抱きつつも、中国を有望な市場として経済活動を続ける日本にも通底するものがあり、今や国内の自動車産業が壊滅してしまったオーストラリアは、日本以上に深刻だとも思える。こうした中も、第二次世界大戦後、さしたる軍事的脅威にさらされずに来たオーストラリアは、ここらに来て、軍備の拡張を急いでいるようにも見えるが、アタック級潜水艦計画などのように、調達に苦慮している感も拭えない。計画の遅延と費用の高騰が問題視されているアタック級潜水艦計画だが、2021年のイギリスでの G7 分サミット後にフランス政府からの履行確約がなされ、なんとか軌道修正が図られたと言って良い状況にはある。オーストラリアはこの新型のアタック級潜水艦に対地攻撃用の巡航ミサイルを搭載し、かつて運用していた F-111 爆撃機の代わりの長距離対地攻撃能力の再獲得を目指しているが、収益までには、まだ、かなりの時間を要する。そのため、オーストラリア国内のシンクタンクの一部からは、アメリカ空軍が、ノースロップ・グラマン社と開発中で、RB-21 ステルス爆撃機を購入すべきとの提言も出されており、ある種日本よりも迷走しているようにも見えなくもない。B-21 ステルス爆撃機は、未だ、収益の具体的な目途も、不明な上、そもそも、アメリカが、自国での使用以外に、国外への輸出を認めるか否かも、未知数であり、それをオーストラリアが取得できる可能性は、現時点では、限りなく低いだろう。かつて、オーストラリアでは、アメリカ空軍のみの採用で、わずか200機弱の製造で終了した F-22 ラプターをオーストラリアと日本とが調達することで、その生産ラインを復活させるといった案が唱えられたこともあった。そうした意味において、オーストラリアは軍事に関しては日本以上に非現実的な案であっても報じてしまう傾向があるように思え、これも近年まで自国が直接的に脅かされる仮想敵国の存在が希薄だったことに起因するのだろう。日本は政府の憲法解釈として SLBM 等を搭載する戦略型潜水艦、長距離の戦略爆撃機、そして攻撃的な航空母艦の保有を否定しているが、オーストラリアは Z
前者2つの保有を志向しているとも取れる点が印象的だ。オーストラリアは、フリゲート艦やアタック級潜水艦に関しても、前述のように、国内の製造業の支援策の一環として、自国内での製造を行うことを政治的に推進しているが、日本とは、また、別の意味で、制約が大きいようにも見えてくる。